皆さんこんにちは、こんばんは。はい、今日の動画なんですけれども、今日はね、もうサムネで大体わかるパターンの動画だと思うんだけれども。そうだね。はい、そうですよね。そう、鬼太郎をね、今回今から制作をしていきたいと思います。でさ、今ちょっとスマホ持ってるんだけど、これね、ちょっといつものフィギュアを塗るっていうのとではまたちょっと違くってですね、ただ塗って終わりじゃ今回ないんですよ、うん、っていうのもね、今回なんとね、鬼太郎エキスポっていうプレビューアート展になんとこの度出展させていただくことになりました。水木しげる先生の100周年の記念だよね、はい、うん、そう、100周年記念ということで、鬼太郎をね、こう皆さんで盛り上げましょうということで行われる楽しいトリビュアート展でございます。鬼太郎エキスポなんだけれども、あの8月11日から27日の期間で池袋のサンシャインシティであるんですよね。だから多分この動画が出てる頃には、うん、おそらくもう鬼太郎展が、ね、もしかしたら開催されてるかもしれない。されてるのでは、おそらく、うん、分かんないけどだよね、多分ね、うん、っていう感じなので、これ出来上がったものがそこに展示されますので、ぜひ皆さん見てくださいっていうところまでが、これ一連の流れだからね。そうだ、これなんか期間がそこまでべらぼうに長いわけではないと思うから、こういうのはね、後で行こうかなと思ってたらね、いつの間にか月が過ぎちゃってるっていうのがオチなのよ。確かに、展示会あるあるね。いやだけど今回のやつって、あのね、すんごいたくさんのいろいろなこうクリエイターとかイラストレーターさんとか原型者の方とかが今回出展されるものだから、一点物だよね。そうなんですよ。72名だっけ、確か。あ、分かんない、みんながみんな一点物なのかちょっと分かんないけれども。ああ、そうだね。そうだよね。少なからず今回私が塗らせてもらうものは一点物で出させてもらうんですけれども。そうだね。なんと、そして今回私共作ということで、今回塗るこの鬼太郎は多分知ってる方も多いと思うんだけれども、岩倉先生ですね、原型師のね、原型師の岩倉圭司さんがこのために新しく作り上げたフィギュア、それを私塗らせてもらうよ。うん、岩倉圭司さんがわからない人は、うん、ネットとかで結構調べてみると、いろんな一番くじだったりとか、そうね、そうね、それなんか世に出回ってるフィギュアを、うん、商業原型として作ってる原型師さんっていうところで、多分ね、名前を調べてみたら、うん、ある程度情報が出てくるかなというところで、そうですね、もしわからない人はちょっと見てみてくださいと。あとはこれですよ、多分このチャンネル見てくれてるみんなやったら、うん、私が前に塗ったあの花の刑事です。ああ、そうだ、あれのフィギュアを作られた方です。うんうん、商業でね、はい、もうアナログの手造形でやられてる方で、もう細かいところまですごく、もうなんていうか、生きてるフィギュアだからね、うんうん、っていうのをこれから塗っていきます。はい、楽しみにしておりますと、はい、楽しみにしててください。そしてこれはね、塗ったやつは現地で抽選販売されるということで、うん、そうなの、これ素晴らしいですよ。そうなの、でもこれさっきも言ったように、うん、一点物ですので、うん、もし抽選で、あの、もし買いたいよって思ってくれた方、うん、たくさんいた場合はその一人だけ。そうだね、っていう1個しかないから、1個しかない、1点物なのでね。だから実際現地に行ってどういうものかっていうのを見つつ、うん、抽選の方を申し込んだりとか、そうだね、してもらえればなっていう感じですね。欲しいと思ってくれた方、でもなかなか買えないって方もちろんたくさんいらっしゃると思うんだけれども、うん、ぜひこの動画を通して、もしくは画像を通して、うん、あとは足を運んで見てくれた方に、もう何らかのこの感情を与えられるものがこれから仕上げられたらなと思いますので、うん、はい、お納めください。お納めくださいでございます、はい、制作過程これから楽しんでください、はい、じゃあそれじゃあ塗ってくよ、シュッシュッシュッ、よし、はい、おいおい、最後ちょっと投げやりだったんじゃないか。あー、そんなことないんじゃない、そんなことないか、なんか伝え忘れたことはないか、大丈夫だ、大丈夫じゃないか、大丈夫です。じゃあ始めていきます、はい、はいはい、では早速鬼太郎を塗装していきたいと思います。まずは各パーツをしっかりと洗浄しないといけない状態なので、その準備に入る前の段階です。この段階でパーツがね、今回すごく多いんですね。だからパーツが、どんなパーツがあるのかっていうのを今いろいろ確認をしていってる状態ですね。これがね、すごい大事です。なぜなら後でなくなった時に何がなくなったのかわからない状態で、結果未完成の目も止まってしまう可能性があるので、これすごく大事ですね。性質的に少し壊れやすいので気をつけてボウルに入れていきます。はい、じゃあ各パーツ見ていきます。まずはね、これが多分フィギュアでいう台座に当たる部分ですね。ここすんごい妖怪が実はうろいろいるんですけど、この後塗りながらね、解説できるところはしていこうかなと思います。あとはね、炎のパーツだったりとか、ガシャドクロが今回いるんですけど、ガシャドクロの骨に当たる部分のパーツだったりとかですね、あとは、まあ、その他妖怪がいるんですけれども、こんな感じでメインの
鬼太郎がもう単体で分解されてない状態でドンっているとかではなくって、もう各パーツ結構細かく分かれてます。顔面のその表面の部分だったりとか、口の中ですね、口の中も分かれてますし、あと目玉の親父が鬼太郎の左目にいるような感じになってます。髪の毛も分かれてるし、あとは手足も分かれていて、リモコン型とかもきちんと分かれてます。はい、こんな感じで各パーツたくさんある状態なので、これをねしっかりとこの後洗浄をしていきたいと思います。はい、パーツの洗浄が終わったので、ここから下処理に入っていきたいと思います。この下処理をねしっかりしておかないと、この後の塗装ができないので、ここがねとても大切な段階になってきます。まあ、具体的に言うと、このまま塗装をしちゃうと、まあ様々な問題があるんですよね。まあ大きいところで言うと、バリといって余分な、造形的にその余分な部分ですね、たくさんあるんですよ。こう無駄なはみ出しだったりとか、造形がピュッてなってたりとか、あとボコボコってしたりとか、ザラザラしてたりとか、まあそんな感じなんですよね。なのでもうこのまま塗ると、もう無理くり、例えばイラストに例えると、完成した絵の中にまだ余計な下書きが残ってるみたいな感じで、ちょっと不完全な仕上がりになっちゃうので、ここはしっかりと処理をしていきます。まあ、必要に応じてですね、リューターとかヤスリとかを使って表面を整えたりすることが大事ですね。ヤスリもまあ様々な番手だったりとかがあるし、様々なヤスリの道具があるので、たくさん持っておくと比較的スムーズに進めることができるのでおすすめです。私は今回主にリューターとかを使ってもゴリ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 削っていってます。いわゆるその滑らかな表面っていうところが、今回はテキナのテイストですかね、的にあまり必要がないなって私の中で感じたので、リューターでちょっと必要に応じて表面の造形もゴリゴリこう整えていきながらやっていってるっていうのが下処理作業にはなってきました。で、今回この段階で部分的に接着も行ってます。どんな風な接着の作業を行うかどうかっていうのは、これは人によって様々なので大きく変わってくる部分なんだけど、まあ、今回私は着彩前に鬼太郎の首から下の大部分は接着しちゃって、一体にしちゃって塗り進めていくようにしてます。こういった感じで組み上がったら、塗装に入る前に先に処理をしていけばよかったなとかいうことが起こらないように、きちんとこの段階でシミュレーションをしながらチェックします。例えば塗装をし終わった後に接着の部分とかが必要になってくると、塗装を剥がしちゃったりとか、まあ、そういった可能性があるから、もうこの段階できちんと確認する必要があるっていうことですね。で、今回は鬼太郎の後頭部の髪の毛の一体となっているパーツと、前方の前髪のパーツですね、ここが組み立てた時にしっかりと外れないように、噛み合ってつながるように、あらかじめ真鍮などを入れ込んで刺さってつながるような状態に今なってます。安定性をねしっかりと高めておかないと、後でせっかく仕上がったのに壊れやすいものになってしまうと、もう最悪なのでね、この段階でねちょっと手間で面倒な部分もあるんだけれども、できる範囲でやっているという状態ですね。はい、といった感じで準備ができたので、これから塗装の準備に入っていきたいと思います。早速塗装に入ってきます。今回最終的には筆を使って描き込んでいくんだけど、まずはその前にエアブラシを使って全体を塗装していきます。なのでエアブラシで拭ける状態にする前に、まずは塗料をね用意していきます。エアブラシで塗装するときは塗料をサラサラっとした状態にしていきますね。早速色を塗っていくんですけれども、色をね少しずつ重ねたりとか、ブレンディングして混ぜていったりとかしながら進めていきます。あらかじめね必要なカラーを何種類も調色をして、紙コップの中に作っておいた状態にして、一気に塗装をしていきます。たくさん作っておくとね、その都度作る必要がないから便利です。今やってるのは鬼太郎の本体の塗装ですね。大きく分けると、まあ、大体肌の色と髪の毛の色と、あと服の部分って感じですね。この段階でもう概ね基盤となる色はもう塗り終えるような勢いでやっていきます。最終的に筆塗りをするんだけれども、最悪その筆塗りをしなかったとしても見れるような状態まで目指して塗っていくっていう感じですね。ところでね、みんな水木しげる先生のイラストってじっくりと見たことありますか？イラストとか見てもらいたいんだけど、すんごい画力なんですよ。漫画とかイラストとかでキャラクターがいるとですね、やっぱねキャラクターに目が行きがちだと思うんですよ。だけどまあ、いろんな絵があるんだけど、結構背景の表現とか描き込みがねマジものすご
くて、リアルっぽさとか生々しさとかも感じるレベルなんですよね。こう画面から浮いて見えたりもするじゃないですか。だけど妖怪の異質さとか、その世界にいる存在の異様さみたいなのにつながっていて、その背景の表現のリアルさと、その妖怪のポップな感じというのかな、その異質な感じが逆にその浮いて見えるのが、そういう表現としてももうすげえなっていうところで、そういう目でイラストとかを見るとまた面白いと思うから、ちょっと見てみてください。はい、鬼太郎全体に色が乗ったので、さらに色を乗せて筆でね画質をしていきます。まず髪の毛から進めてるんだけれども、髪の毛全体的に淡い色で仕上がってると思うんだけれども、まあ、必要に応じてちょっとパープルとか、もうちょっと色味を筆で足していきました。でその後、まあ、輪郭線に当たる部分もしっかりと今回は引いていきます。この輪郭線的表現がなくても、まあ、全然綺麗なんだけど、はっきりと入れることで特有の良さっていうのも出るので、まあ、今回はそちらの迫力の方を取りました。イラストの二次元的要素を取り込んだ表現で今回は仕上げていってるって感じですね。瞳の部分のこの白い目の部分とかの陰影とかもバッキリと塗り分けるのではなくって、グラデーションでの筆での表現で淡く色味を足していってる感じとかもやったりとかして、肌の部分は全体的には血色の悪めの感じの色でやってます。結構ねイラストとか見ると血色悪いって言い方していいのかわかんないんだけど、まあ、それがすごく美しいなって私は感じたので、ベースの色はそういった色合いにしてます。ただ部分的に口の上の部分とか鼻の影のあたりとかはあえて暖色系の色をはっきりと入れることでちょっとバランスを取ったりとか、部分的に鮮やかな色も入れてるんですよ。ちゃんちゃんこの紐の部分だったりとか、このリモコン下駄の色、あと目玉の親父の瞳の部分も結構鮮やかな赤色を使ったことでアクセントとして色を入れてるっていう感じなんですよね。今回はフィギュアとして完成した時に飾ってみた時にパンチの効いた感じも出したかったので、こうバランスを取って迫力も狙いにいったっていう感じです。どんどん明るい色を浮かせていくみたいなやり方で、まずはモノクロでしっかりと台座の色を作り込んでいきたいっていうのが今回のやり方です。色の塗り方は本当にたくさんのアプローチの仕方があります。なんで私がこの進め方をしたかというとですね、私が水木先生のカラーイラストを見た時に思った印象っていうのが大きいんですよ。まああくまで一つのイラストから受けた印象なんだけれども、カラーイラストがカラーの状態で完成しているイラストだったとするじゃないですか。だけど私がねそれを見た時に、白黒の状態だったとしても破綻のないイラストが多いなって私は思ったんです。最初にも言ったんだけれども、白黒のイラストの状態でもうすごくもう緻密でうまくって、カラーイラストで仕上がっているものも今ここから色抜いたとしてもめちゃくちゃかっこいいって思ったから、今回この進め方にしようと思ったんです。そういう作風なのかなって思ったんですよね。なので今回この岩倉さんの造形 もうおそらくまあそういうところを汲み取られてて、点描の緻密な表現だったりとか、そういうのも細かいディティールと、もう大胆な無数の凹凸とかでダイナミックに表現をされているこのフィギュアだったので、カラーで色を乗せる前に白黒でフィギュア造形のテクスチャーとかを浮かせた状態にして、かっこいい状態にしてから塗り材油がこうじゃないんですけど、その後に色を乗せていく、まあ、カラーの色を乗せていくようなやり方にしようと思ったんですよね。まあ、最終的にカラーにしようと思って進めてはいるんだけど、台座はこの白黒の状態でもう完成でもいいんじゃないかってぶっちゃけ思っちゃったぐらい、もう私的にはこの状態もすごい気に入ってます。まあ、なんだけどこっからいよいよカラーを乗せていきたいと思います。はい、ということで台座もいよいよ最終段階の塗装に入っていきます。カラーでね色を乗せていきたいと思います。この現状の状態の陰影がついてると思うんですけど、この陰影がなくならないように残した状態でカラーを足していくっていうやり方ですね。まずは色の調色をして、一番初めの鬼太郎の本体の方でした調色と同様にミニカップに複数の色を作って準備をしていきたいと思います。ここでねちょっと見てほしいんですけど、冒頭でもね軽く触れたんだけど、これねよく見てみると結構妖怪がいるんですよ。正面から向かって左の方に牛鬼ですね、あのめっちゃ怖いやつ、結構これ強いですよね。隣におどろおどろがいて、でその隣にバックベアードがいます。右の方にグーンって伸びているのがこれガシャドクロですね。これが
ね、結構パッと見めちゃくちゃこの作品はすごく目立つと思います。でもよく見てみるとこの下の方に伸び上がりとかもいるし、右下の地面のギリギリの方に漫画の表紙の6巻とかにいた鮮やかな色がすごい綺麗な手足がいたりとかもして、フィギュアの造形として見た時にもすごいアクセントとなってるやつがいます。で後ろの方には胸がすごい大きいタンタン棒とかもいるんですよ。まあ、こんな感じで結構たくさんいるんですよね。そういう意味で言うと色をつけることでなんだかんだまあ簡単に塗り分けはしていくから、たくさんの妖怪がいるよっていうことが、まあ、カラーにするとパッと見でわかるという点では、まあ、カラーにするのも結構面白いですよね。で肝心のこの配色に関してなんだけど、こう各色になんかこだわりは持ったのかって言われたらね、今回は結構自由に色を乗せました。例えば牛鬼とかも結構歴史深いじゃないですか。まあ、アニメとかでも何色か出てきているので、なんか微妙にその都度変わったりもしてるんだけど、今回はあんまりこだわらずに、そこに関してはこの作品として何色を乗せたいかな、ここのバランスでみたいな感じで結構自由に乗せたっていう感じですね。はい、そういう感じでエアブラシで色味を加えていったら、次は筆でね色味を最終的に整えていきます。まあ、もうちょっと細かい部分的に濃くしたいところだったりとか明るくしたいところとかですね、筆を使って調整をしていきます。でその後は黒色で締めていきます。一番最初に黒色と白色でいろいろ陰影をつけているんだけれども、それではまあ足りなかった部分、非常に作り込まれたフィギュアなので、それをもっともっと目立たせようというところで、より細かな描き込みというところを最後黒で書き込んでいってます。で完成です。はい、お待たせしました。鬼太郎のフィギュアが完成しました。まずはね一安心ですね。仕上げていく中でね、今回トラブルもなく出展の見送りだけはね何が何でも避けたかったので、無事にみんなにこうしてお披露目することができるということで一安心です。今回ねこちらのフィギュア作品なんだけれども、ペイント作品としての私がつけたタイトルは黎明とさせてもらいました。これねどういう意味かっていうと、黎明期の黎明の意味合いともかけているんですよね。まあ、意味合い的には、まあ、新しい文化とか芸術とか時代が始まろうとする時に使用される言葉なんだけど、まあ、それに伴って個人的な見解なんですけど、昨今結構オカルトブームだと思うんですよ。なのでそういう意味でもぴったりだなと思ってつけました。ちなみにね、私こっちのチャンネルではあんま話すことが、まあ、ほぼなかったと思うんだけど、実はね結構オカルトとか都市伝説系のチャンネル私めっちゃ見てて、こっち系のジャンル もそもそも趣味の一つだったりしてめっちゃ好きなんですよね。なんか妖怪とかそこら辺のこととかも、なのでそれもあったんで、この出展のお話をいただいた時は内心めっちゃ嬉しかったんですよ。いろいろな思いがねあるんだけど、正直すでにめちゃくちゃ愛着が湧いてます、このフィギュアに対して。それにしてもこのフィギュアの鬼太郎なんだけど、めっちゃいい感じだと思いませんか。ふてぶてしさというか自信に満ち溢れてますよね、この表情とかポーズとかね。だからね、私この鬼太郎ねめっちゃ好きですね。あとはね、この鬼太郎に巻き図を取らず目立ってる右側の方にビヨンって伸びてるガシャドクロなんだけど、実はこれ今回ちょっとした遊び心を入れたんですよ。少しだけ動くようなギミックを入れてみました。これは私が制作していく中で接着の時にちょっといじらせてもらって動くような感じにしたんだけど、でもこのガシャドクロってものすごくでっかいんですよ。そういうでっかいものが動いたら迫力がね多分とんでもないんですよ。私もちろん実際に見たことはないんだけど、このフィギュアの中でも巨大な妖怪がこうグーンって動く怖い要素になるんじゃないかなと思ったので、ちょっと細工してみて実際やってよかったなって思ってます。まあね、こんな感じでちょっとまだまだいろいろ話せるんですけど、まあ今回はこういう感じですね。今回作ったこのフィギュアは鬼太郎エキスポで作品公開と展示がされま